スズキが1977年より製造販売していたスズキセルボ。モデル名はイタリア語でオシカを指すセルボに由来しています。モデルのルーツはスズキフロンテクーペで、コンセプトはパーソナルユーズとし、デビューモデルは2ドアの軽スペシャルティカーでした。初代 SS20 型はフロンテクーペのデザインの多くをベースにしながら、大型バンパーや丸型ヘッドライト、T5A 型水冷2サイクル直列3気筒 539cc エンジンを搭載する2ドア軽自動車としてデビューしたのですが、今回はその海外向けモデル、スズキ・ウィズキッド SC100 型がピックアップ。このスズキ・ウィズキッドは、前述の当時の軽規格のエンジンの代わりに、F10A 型水冷直列4気筒 970cc エンジンをリアに搭載。それに応じて、車両が 550kg から625から 660kg に増加するとともに、ヘッドライトが丸型から四角形になり、また、SC220 では、バンパーの下に配置されていた後方支持機がグリルに。動画では、そんな同車の外装や内装、スペアタイヤの入ったボンネットの中、エンジンルームを披露しながら、実際に道を走りながら、その軽快な走りを、ポルシェ911GT3RS のようと紹介されています。この話題に、海外のネットユーザーの方々からもコメントが寄せられています。これに対しての海外の反応を見ると、インテリアがおしゃれだね。おお、美しいね。俺は、ブルーのこの車を持っていた。ワイト島まで行った時トラクターの後ろを走っていたら、フロントガラスをやられたんだよな。1ST ギアは、あれだけど 2ND は速い。それと90くらいは簡単に出るよ。この車いいね。欲しいな。懐かしいスズキ。これは初めて知る車だった。古い車なのにコンディションがかなり良好なところを見ると、オーナーさんはすごく大切に扱っているとわかるね。面白い事実、このデザインのベースはジョルジェット・ジュージアーロ。ジョルジェット・ジュージアーロらしさもところどころに見えるね。かっこいい。友人、ねえ、このフードの下には何が入ってるの？俺、タイヤ。友人、は？これは1970年代のケイカー。どんなスピードを期待したんだ？日産、シェリーを連想した。オランダに、ハヤブサのエンジンを積んだこの車がいるぜ。あと、オランダだと SC100 と呼ばれていたな。これまで見てきた中で、一番かっこいい車だった。楽しそう。俺も小型車を12台持っているんだけど、1967年のスバル360ね。うん、さすがに小さな 360cc 2ストロークエンジンは辛い。ハヤブサのエンジンをぶち込みたい衝動に駆られました。名前は聞いたことあったけど、姿を見るのは初めてだった。インテリアがいいなぁ。ファブリックな感じもあるインダストリアルデザイン。クラクションの方がエンジンよりも馬力がありそうだな。笑った。変わった日本車が好きなら、俺のイスズ、フィアッツァターボを運転してみないか。フィアット126を思い出す。この車のスタイリングは結構好き。いいコンディションの個体だなぁ、素晴らしい。なんで、片側の乳首だけそんなに立ってるんだ。日本国内仕様だと、フロンテクーペ時代の角目が、セルボの丸目に変わったのに、輸出仕様だと逆なんか。輸出仕様の存在は知ってたが、そこまでは、今まで知らんかった。同い年か、まだまだ若いな。ダイハツとコットは、FIAT126 に激似。初代ミニクーパーは、スズキライトにそっくりだよ。偶然だとは思うけど、スズキライトが発売開始された翌年に、初代ミニクーパーの開発が始まった。弾丸セルボか、今見てもかっこいいな。車内は無茶うるさいけど。小さい車が好きなんだが、最近は軽自動車でもでかくなっている。昔、スターレットをレンタルして、英国 3000km 走った。海外仕様はわざわざ顔変えてるのか。知らなかった。新しいジムニーもめっちゃ人気出るだろうな。かっこよすぎる。このエンジンってフォーストでしょ？
ツーストの4発 1000cc なら、動画オモみたいにシートに押し付けられるリアクションもわからなくはないってか、俺も欲しいね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本って、いいね。